ベリアルが現れた。そうそう、アルビオンでね。突然だったから俺も驚いたよ。ダメージなんてどこやら。相変わらず元気に暗躍してますって感じだったね。何かトリックがあるのは確かだろうね。どうにも底の見えない男だ。それでウーノと話して十天使を招集しようとしたんだけど、どいつもこいつも行方がわからない。だな。もともとまとまりのある奴らじゃないけど、これは明らかに異常事態だ。ウーノには引き続きみんなを探してもらってるけど、どうにも状況がきな臭い。君たちの様子を見に来たのはそういうわけなんだよね。そっちも似たような状況か。何かおかしなことになっとるように間違いないな。うちらもな、みんなを集めよう思ってたんやけど、行方のわからん人ばっかりで、これも全部あのベリアルいう男の企みかもしれん思うと寒いも立ちそうや。が起こりそうやったらうちらだけでもなんとか対処せんと。しかしベリアルの目的はベルゼバブを解放することだったはずだ。ベルゼバブの封印が解かれ、その力も健在である今、ヤツの目的は一体何なんだ。これはお兄さんの勘だけど、力を持っているのはベルゼバブでも黒幕はベリアルなんじゃないかな。奴はおそらく全ての情報を正確に把握してる。この一連の騒動を俯瞰できる立場なのは間違いない。鍵はベリアルだな。危険を冒してまで暗躍してる以上、奴の企みはまだ道半ばなのか。ま、こうして撹乱して楽しむただの愉快犯って可能性もあるけどね。パンデモニウムの件でもおかしな行動も多かったけど、ベリアルは目的に沿って動いてた。ただの愉快犯じゃない。今回姿を現したのもきっと。ベリアルの行方を追ってみよう。ヤツを放っておくことはできないし、手がかりがないベルゼバブより尻尾をつかみやすいかもしれない。ウーノ殿の手を逃れここで姿を消したのが現状分かっている最後の足取りだな。奴の目的や居場所につながる手がかりが見つかるといいんだが、先ほど聞き込みをした限りでは不自然なほど誰も何も目撃していなかったな。元より狡猾な男だ。そうそう手がかりは残さないか。次はベリアルがこれまでに現れた島を巡ってみよう。少しは近づけるかもしれない。真っ黒い格好の美青年ね。んなもん探すくれえなら
セクシーな黒い水着の姉ちゃん探す方がよっぽど。もうソリッズさんたら、見つからなければ水着で遊ぶ人もいなくなってしまうかもしれないのよ。やっと元通り、みんなで楽しく過ごせるアウギュステに戻ったんだもの。そんな寂しい砂浜にはしたくないわ。そりゃそうだ。この日差しの中じゃ黒い服ってのは目立ちそうなもんだが、見当たらねえな。ここも手がかりなし。奴が俺やフェリにけしかけた。エクシアとやらの姿もないな。ベリアルにとってもはやここに用はないというわけか。そうみたい。それじゃあやっぱり他に可能性があるのは。パンデモニウム。この空であの男が執着している場所はそこくらいだろう。といえど所詮はこの程度。無の次元に世があるという時点、無次元は無人を払う。虚無の中に確かな輪郭を持つ。あるということは失われることと表裏一体。決して破壊からは逃れられん。万物万象を滅する我が力の前、もはや障壁など。おいおい、いくらなんでも早すぎない？ほんとバブさんは絶倫だな。貴様、よくもおめおめと世の前に顔を出せたものだな。この貫くなど生ぬるい貴様の体のひとかけらまで手ずから怪人に変えてやろう。おっと、本気でやろうってのか？今のあんたに賞賛があるとでも？ほら見てくれよこれ、ベルセス。今じゃすっかり俺に馴染んでる。いくら絶倫のバブさんでも、ベルサス相手の2回戦とは腰がガクガクになっちまうだろう。そうそう、素直が一番だね。これでもバブさんには感謝してるんだ。むやみに殺したけ。貴様の思惑など知ったことか。貴様が何を考えているようで、余が成したことは全て自らのため。いいね、それでいいよ。バブさんはまあ利害の一致ってやつ。俺だってバブさんをはめようってつもりはないんだ。喜びなよ。あんたの望んだ通りに、あんたの望んだ世界が生まれつつある。世の望んだ世界だと？あなたなよ、こうちめが。ここが天使なき異界であると世が気づかぬとでも思っていたのか。へえ、バブさん意外と勘がいいな。いつから気づいてた？俺を泳がせてたってのか？最初からだ。元素の動きをつぶさに見るなど世には造作もない。貴様がパンデモニウムの結界を異界、すなわちこの次元に繋いだことはすぐに察しがついた。しかし遅かれ早かれ全ての次元は合一される。どの次元にあろう、世の計画に一切の変更はない。それゆえに、サジと断じていた。バブさん、あんた本当に物がでかいな。復活したのが元と違う次元だったら、もっと焦ったりするものだろう。得意点なんて性別まで違うんだぜ。得意点であることに変わりがなければ、世には同じことだ。
実際追消滅するかと思ってたが、精査で微妙に回避されるとはね。世界はどうにも複雑だ。で、バブさんも知っての通り、ついに次元の融合は始まった。二つの異なる次元が今や一つに交わりつつある。承知の上だ。そして合一された世界の頂こそ世の玉座にふさわしい。それは違う。世界はあんたのためにあるわけじゃない。何？賢いあんたならもう分かってるだろ。世界の起点はあの得意点だ。バブさん、あんたじゃない。こっちの次元も元の次元もいつも中心にいるのはあいつらだ。それこそ性別の違いなんてどうでもいい揺らぎでしかない。グランとかジータとかいう際は観測の仕方次第でいくらでも揺らげる。それこそが得意点たるゆえんなんだ。だからどうあっても全ての主役はあいつらなのさ。当然合一された世界でもそう。バブさん、あんたも得意点を気取っちゃいるが、単なるトリガーでしかないんだよ。まあ俺にとってはどうでもいいことだけどね。あんたたちは全員ファーさんを次元の狭間から脱出させるための装置にする。やはり貴様の狙いはルシファーか。バブさんはさ、結局駒にするのに。おお、いい役立ってくれたよ。俺にとってもファーさんにとってもね。バブさん、激しすぎ。ルシファー、次元の狭間に葬られてなお世を愚弄するとは。人望の差だよバブさん。ファーさんは見てるだけでいけるくらい最高なんだ。どういうことだ。異なる次元から自身を呼んでいたのか。まさか。そこまでのことはしてないさ。ベルサス、あんたはただの力としか見てなかったよな。けど力には向き不向きってのがある。ベルサスで認知を歪めればこんな小回りが効くんだぜ。無駄だよ。バブさんじゃ俺を見つけられない。何をしたって無駄打ちになるだけさ。おのれ、世が手玉に取られているだと。全てルシファーとその倉庫たるコーチの手のひらの上だとでも。ベルゼバブ、やっぱりまだ。貴様らベルゼバブ、今度こそ決着をつけさせてもらえ。これ以上世界をめちゃくちゃになんてさせないから。世もこの小前たちと同じくベリアルやルシファーの駒に過ぎないというのか。あの男の計画に使われる哀れな畜生に過ぎないと。許さん、許さんぞルシファー。あの道剣者とも必ずや世の手でやつだけにしてくれ。ちょっとこっちの話聞いてる。こちらも手駒が必要だ。原田と信は今の世だけでは奴に届かない。何？剣が貴様らの力を確かめる。力を確かめるって問答をする気はない。貴様らは再び世にその矮小な性の価値を示せばいい。貴様、人間を超える素質が
あるか否か、ここで確かめさせてもらう。余がルシファーを打つ礎となる価値が。見習いたいな、バブさんのその貪欲さ。ベリアル、やっぱりお前もパンデモニウムに。あれに構うな、コーチメは所詮ソークに過ぎん。全てはあの男、ルシファーの手のひらの上にある。ルシファー、そっか。ベリアルが出てきた時点で嫌な予感はしてたけど、天使のみんなと協力してあんなに頑張ったのに、やっぱりまだルシファーは。待ってジータ、天使ってあれ違う、僕も天使を知ってるはずなのに。思い出そうとすると何か記憶にもやがかかったような。グラン、その記憶のもやこそコーチやルシファーによる戯れの証。ルシファーに仇なす天使なき世界、それがこの次元、この空の正体だ。天使なき世界。グランやジータ以外にも感じていた強烈な違和感、世界のズレ、その一つが天使の有無なのか。矮小な空の民ならば次元の融合を認知すらできまい。あの天使どもが横たわる混沌を前になお姿を現さんのはそのため。この次元にはそもそも天使が存在していない。元素の管理も異なる形で行われている。この歪みを正確に認識できるのはこことは異なる次元を元とする世とベリア、そして私だよね。私は天使のみんなのこともはっきり覚えてる。完璧主義のルシファーのことだ。創造主に仇なすような欠陥品など決して認めはしまい。次元の狭間に落ちたあの男の憤りが世の因果を砕く力に干渉し、この次元を作り出したのだ。そんな、まさか。理解したか、この空に生けるもの、死せるもの、すべてがルシファーの盤上に過ぎん。世が王となろうが、貴様らがそれを打倒しようが、対局は変わらぬというありさまだ。僕たちが次元の融合を食い止めようとしたことも、お前とパンデモニウムで戦ったことも全部。ルシファーは狭間にあるがゆえに、あらゆる次元を超越し神のごとく振る舞っている。そして世はそれを決して認めぬ。世の手を取れ、得意でない。ルシファーとそのソークを打倒することは貴様らにとっても有益なはずだ。グラン、ジータ、私は君たちの選択を尊重しよう。天使のみんなとたくさん悩んだこと、たくさん頑張ったこと、それを天使のみんなの存在ごとなかったことにするなんて、私は絶対に許せない。僕はこの空を守りたい。僕のいる世界、この青い空を。空は誰のものでもない。ルシファーのものでも、ベルゼバブ、お前のものでもない。だからこそルシファーにもベリアルにも世界をめちゃくちゃになんてさせない。その気骨を買うコバエド。ベルゼバブ、お前を認めるわけじゃない。
決着は後回し。そういうことだから覚悟しててね。うん、それはこちらのセリフ。行くぞ、セタ。堕天使とやらも聖鳥獣であることに変わりはない。俺たちの力は通じるはずだ。ええ、とりあえず泣くまで殴るわ。散々コケにされていい加減頭きてんだから。こっちは世界に混沌をもたらすもの、それを打つことが私の使命だ。キツメのお仕置きが必要みたいね。踏ん張りどころだわ。もとより加減の必要な相手ではない。完膚なきまでに潰さなくてはね。迷惑。これアンピーが混じって大丈夫なやつですか。まあさすがに自分もガチめにいっちゃいますけど。その舐めた面がどうなるか見ものだね。って怒ったら表情わかんないか。ったく、しょうもねえことしやがって。円骨食らわせてやらねえとな。完治術数を巡らせに、ここで終わりだ。黒幕は見えた。あとはあの男を撃つだけだ。今ここに正義の鉄槌を下すであります。ようやっとかませると思うとうちも腕が鳴るわ。いよいよ決着だな。気合を入れていこう。思えば一連の事件は全てあの男の手のひらの上だったということか。大丈夫だよ、団長ちゃん。お姉さんがついてるからね。貴重なサンプルだ。とことんまで付き合ってもらう。小林どもと肩を並べるのは尺だ。おでえをすすってで、あの男の企てを潰し尽くさねば気が済む。これ以上ことが大きくなる前に僕たちで絶対に食い止める。世界を、この空を守るために。いいね、ビッグスケールの乱行パーティーとシャレ込もうか。これは やはり貴様には過ぎたもの。ベルサスは返してもらうぞ。悪いね、随分具合が良かったからなかなか手放しがたくてさ。対価をもらうぞ。貴様の命でも到底贖えるものではないが。なんだ、空に渦が。わからない。みんなは船に戻ってすぐに出られるよう準備を。待て、ベリアルとベルゼバブがまだ。大丈夫、私たちが決着をつけます。しかし決着をつけて必ず戻ります。だからカタリナさんはみんなとグランサイファーを。わかった、決して深追いはするんじゃないぞ。貴様も引くならば引け。止めはせん。世の矜持にかけてベリアルは必ず仕留める。あの渦が何であれな。おいおい、そう嫌うものじゃないぜ。あれこそが未来なんだからさ。進化は常にカオスからしか生まれない。神のゆりかごを破壊できるのは終末がもたらす混沌だけだ。聞こえるだろう。いよいよファーさんのお目覚めだ。グラン、声とか聞こえた？いや、何も。ベリアルは何を言ってるんだ。ああ、起きて早々同調しちゃってる。オーケーオーケー、分かってる。
確かにそれは俺の仕事だ。じゃあお迎えに行ってくるよ。これ以上待たせちゃ俺の命も危ない。待て！貴様！行っちゃった。これでベリアルはもう。コーチメが言ったように、あの渦の先は次元の狭間、カオスと言っていい。満身創痍でベルサスも失ったやつならば、こちらには容易に戻れない。それじゃ、しかしルシファーが目覚めた可能性はある。次元の狭間とこちらがつながったことは事実なのだからね。本当にルシファーが目覚めたのかな。あのコーチメが狂心の果てにあらぬ声を聞いたとも考えられる。しかし真偽がどうであれ、目覚めたのなら葬るだけで、よう愚弄した罪、文字通り万死に値する。空が戻った。あれ、でも私混ざっちゃった次元が元に戻ったわけじゃないの。次元の融合は不可逆だ。湯と混ざり合った水から元の水を取り出すことなどできまい。まして混沌をもたらす力を持つヨガ、ここにいることを忘れたか。じゃあやっぱり世界を元に戻すにゃ。ここで決着をつけるしかなさそうだね。よとてゴーハラだが、ここは引け、小林ども。え？世を含む得意点と世界の異物たる高地との衝突により、この次元は今安定を欠いている。そうか、さっき空に現れた渦は。そうだ、この状態で得意点たる世と貴様らの力が衝突すれば、合一した次元そのものが次元の狭間に飲み込まれかねん。この場は預ける。君臨すべき世界を失うことは世にとっても本意ではない。でも確かに仕方ないか。今は戦うことができなくても、またお前が動き始めたなら、その時は必ずお前を倒す。せいぜい今のうちに吠えておけ。戦いは終わったけど、でもまだ本当の終わりじゃない。ベルゼバブとはいずれ決着をつけなきゃいけないよね。それにベリアル、ルシファーとも。でも今は帰ろうよ。グランサイファーでみんなが待ってるもん。そうだね、帰ろう、みんなのところへ。